スのセベリの 9.50 です。リサ・モロ、オーストラリアの選手です。先ほど平均台では落下してしまいました。曲が出ませんか。どうしたんでしょう。先ほど平均台では散々待たされた挙句に今落下してしまったわけですが、ちょっとついていませんね、はい、ちょっとかわいそうですね。さあ、リサモロこれから演技です。からすぐ前方宙返りですね。これはまあ難度が D 難度からすぐに A の難度の宙返りにつなげて加点が取れます。オーストラリアの選手も非常に姿勢が綺麗ですよね。もうこの組み合わせ非常に今回も多いですよね。チームでだいたい3人から4人入れてますね、はい、このシリーズを。さあ、そして次は何を持ってくるんでしょう。最後は前方の伸身宙返り1回半ひねりです。リサ・モロ選手、何やら採点に待たされてじらされることが多くてちょっとかわいそうな気もしますが、この床の演技はちゃんとやり終えました。しかしフィニッシュでやはり前方形でひねってくると見ているものとしては少し物足りないなという気がしてしまうのはやはりそう思いますでしょ、やはりこれが高さのある、まあ、ダブル宙返りあるいはムーンサルトなんかで終わると世界のトップの方に行けるんですよね。ああ、フィニッシュをしたなという感じになるんですけれどもね、これよく尻もちつかないで持ちこたえましたね。ただしあのムーンサルトとそれから先ほどこの選手が終わったあの難易度難しさというのは同じ D 難度なんですね。ですからこういう方こういうこと